間限定で選ばれた人のみが 16% のステーキングジャーを利用できます。選ばれなかった人も大丈夫。もうすぐ1周年。ご視聴いただきありがとうございます。はじのでございます。今回はセットコイン、セットウォレットとセットコインのアップデートいくつかありますので解説していきたいと思います。まずスピン追加になりましたよっていうのと、あとボートですね、投票、新しい投票出ましたので、これ軽く簡単にね解説して、ちょっとね皆さんに影響があるのがこの年利 16% のステーキングの件ですね。こちらについて、まあ選ばれた人のみって書いてあるんですけれども、結構ほとんどの人多分選ばれてるんじゃないかなと思います。で、選ばれなかった人もねがっかりしないでくださいね。この次にお楽しみがまだありますというお話をしていきます。で、最後ですね、スウェットコインの方で、これフューチャーリーズタっていうんですかね、なんかね、充電器かなんかの、スマホの充電器かなんかの、はい、メーカーで、ね、クイズやってますので、こちらのクイズの回答を、ね、共有したいと思います。はい、じゃあその前にですね、今回は最初にオーバープロトコルの回答ですけれども、今日の回答はブロックチェーントリレンマですね。はい、こちらを選びましたので参考にしてください。アプリの方ね、こちらの QR コードからダウンロードしてください。で、詳しい遊び方についてはね、こちらの動画で解説してますので、参考にしながら登録していただければと思います。はい、それではね、まずはスウェットウォレットのスピン機能の追加についてね解説していきますけれども、アプリ立ち上げていただくとこんな感じで、ゲットモアスウェットというね、はい、ボタンが出てると思いますので、こちらを押してみてください。そうするとね、スピンということで、こちらをタップするとこのスピンが回って、で、何かしら当たると思います。今回はね、私たまたま1スウェット当たりましたので、はい。で、これがですね、注意していただきたいのが、3回できますと。で、3回の中で一番良かったものを選んでくださいとね。だから3回回すうちの1回目で私はね、この1スウェット当たったので、ここでですね、Add to My Wallet というところを押すと、残り2回回せるんですけれども、その2回を放棄して、このね、1スウェット獲得しますと。はい。なので、一発目で、例えばこの6スウェットとか当たれば、もうそれはね、確定しても大丈夫なんですけれども、1スウェット、いや、6スウェットとか2スウェット狙えるじゃんと思った人は、ここで確定しないで、またスピンとね、していただければと思います。で、必ず何か当たるかっていうと、そうでもなくてですね、ね、ゼロもありますので注意してくださいとね。これですね、今ゼロがありますね。あと1スウェットなんです。ゼロも当たる可能性がありますと。はい。で、私は1スウェット当たったので、ね、アドマイウォレットで、はい、ウォレットに追加して終わっちゃったんですけど、終わるとこんな感じでね、また24時間後にやってくださいと。で、これ必ず当たるかっていうと、そうでもなくて、ね、もう一台のスマホ私ね、やってみたところ、ゼロが当たりました。2回目もゼロが当たりました。3回目もゼロが当たりましたということで、全く当たらない時もあるので、なので3回のうち1回目もしくは2回目である程度のね、当たりが出たのであれば、そこで確定するのがいいんじゃないかと思いますね。3回目でゼロ出たらね、もったいないので、はい、ということなので、3回のうちのね、どれかね、最初の方に何か当たればもうそこで確定するのがいいんじゃないかと思いますね。大当たりを狙うよりも、まあ小当たりでもいいので、まずはゼロじゃないところでね、獲得していくのがコツコツ貯めるコツなんじゃないかと、はい、私は思ってやってますので、はい、やってみていただけたらと思います。はい、そして2つ目ですね、ボートについてね、アップデートありました。こちらですね、このスピンの下に、キャストイアボートということで、新しいボートが出てますと。で、ね、2択なんですけれども、どんな内容かというと、ここにね、フルプロポーザルでリードというボタンを押すと、こんな感じで、はい、説明が書いてあります。ちょっと英語なので日本語訳、はい、載せておきます。サイムバスターズとは何ですかと。サイムバスターズは商社が車の支払いや学生ローンなどあらゆる借金を返済できる報酬ですと。あなたはそれを破ります。で、内容はというと、投票を行って債務負債バスター報酬の配分方法を決定
してください。最も多くの票を集めたオプションが11月に報酬として考慮されますと。はい、で提案1は単一の勝者の報酬と、ね、幸運な1名の方に賞金2万ドル。これね、3万ドルの間違いじゃないかと思ってます。後でね、ミディアムの記事紹介しますけど、そっちには3万ドルって書いてあったので、3万ドルが与えられますと、ね、で提案2の方は3人に1万ドルと、ね、だから1人に3万ドルか3人に1万ドルか、ね、どっちがいいですかっていうことで、はい、投票をしてくださいということなので、まあね、どっちでもいいと思いますけれども、ね、これまで結構いろんなこう旅行とか、ね、車とか当たってたと思う。だいたい3万ドル相当だから、日本円って今450万とかね、400万円とかそれくらいの金額なんですけども、まあそれを一人の方に与えるか、一人じゃなくて3人に、3分の1ずつ分け与えるか、どっちがいいですかっていう、まあそういう質問なので、まあどちらでもね、お好きな方を選んで、はい、投票していただければと思います。でこちらにですね、ね、提案全部はこちらからお読みくださいって書いてありますので、これを押すとミディアム開いてブラウザでね、日本語訳して見ていただければと思います。で書いてあるので、で書いてあることを今説明したことと同じようなことを書いてあるので、まあ、わざわざ読まなくてもいいですし、ちゃんと読みたいという方は、はい、読んでみてください。はい、そして年利 16% のステーキングですね。はい、こちらがツイッターにね、今月の19日くらいにアップされたものですかね。忠実なユーザーの皆さん、私たちはあなたを助けますと、昨年の熱心なご参加に感謝の気持ちを込めて、あなた専用のジャーを用意しました。さらに稼ぐ準備はできていますか？財布は開けてください。グロースジャータブに移動してザ・ロイヤルジャーを開きます。ここでは期間限定で選ばれたユーザーのみが利用できます。コメントで詳細をご覧くださいということで、 16% のステーキングジャーが出ましたと、はい、いうことですね。でですね、はい、多分ね、個別に皆さん宛にこんなねメールが届いてるかと思います。こんにちは、ハチのテストさん、あなただけの特別オファーをご用意しました。ザ・ロイヤルジャーのロックを解除すると、これ今多分ステーキングできる残高が出てるんですね、はい、を 16% で獲得できますと。さらにリアルタイムで収益を請求し、限定特典にアクセスできますと、はい、いうことで、でウォレットを開くとここにね 16% で、これはですね、私 Android と iPhone と2台持ってるんですけど、 iPhone の方はねこれまだ出てなかったとね。で出てなかったんですけども、3、4日遅れてですね出てきました。なので選ばれた人と書いてあるんですけども、ほとんどの方多分ね 16% できるんじゃないかと思いますのでね、 16% 出てる方はぜひねやってみてください。はい、こんな感じでね、12% のさらに上の 16% っていうのがありますのでね、こちらで、はい、ステーキングしてみてください。私もね早速247ステーキングしましたと、はいね、はい、ということで247ステーキングすると1年でね39で40くらい返ってくるって、かなりね利回りいいですよね。はい、でじゃあね、私には 16% 来てないんだよという方、もしいらっしゃった方ね、本当にまあがっかりされてるかもしれないんですけれども、がっかりする必要ないですとね。でこの 16% 結構微妙で、まあ 16% も高いんですけれども、今ですねこのね、グロースジャーボートの結果ね出てますと、これが先月やっていたね、投票の結果なんですけど、その投票の結果が、ワンイヤーアニバーサリーが一番票を獲得しましたと。でこのワンイヤーアニバーサリー何かっていうと、1周年記念ジャーということでね、1周年記念して、24% のね、ジャーをステーキング利回りのジャーを、はい、作りますと、ね、他にもなんかいろいろあるんですけども、1位を取ったのはこの 24% のジャーということなので、これね 16% 高いなと思って私もこう焦ってね、ステーキングしたんですけれども、この 24% が出てくるんであれば、ね、16% でステーキングしないでなんか取っといた方が良かったかなとちょっと後悔しまして、ね、もう一台の iPhone の方はだから 16% やらずに、この 24% が出てくるまでちょっと待とうかなと思ってるので、ね、なんか 16% 選ばれた人って、ね、メールを受け取ってちょっとね若干こう有頂天になって
すかさずステーキングしちゃったんですけれども、よくよくですねこの結果を見るとね、24% のステーキングジャーがもうすぐ出てくるんだよということであればね、焦って 16% でステーキングしなくてもこの 24% でやった方が全然お得じゃんということなのでね、この 16% の通知が来てる人も来てない人もね、もうすぐ 24% のジャーが来るんだよということを踏まえた上でねご検討いただければと思います。これもねちょっとね私なんか意地悪だなと思ったんですけども、はいね、24% がねもうすぐ、まあ、いつ来るかっていうのはちょっとね詳しく書いてないんですけども、まあ、多分年内には出てくるんじゃないかなと、はい、思って期待して、はい、待っていますと、はいはい。そして最後がスウェットコインの、これなんて読むかわからないんですけれども、今クイズやってますので、クイズね正解すると商品もらえる可能性ありますので、ね、ぜひ正解を、当ててくださいと、はい、いうお話になります。でまずスウェットコイン開いていただいて、ここですね、はい、ここに抽選ということで回答を送信して当選しようということでありますと、はい、で、はい、最小 20W パワーバンクを当てようということで、多分充電器かなんか当たるんですかね、はい、でどうすれば当選できますかと書いてあるんですけど、まあクイズにね答えてくださいと。ただし制限時間ね20秒ってあるので、クイズ見てからなんか調べてるっていう暇はないので、本当にねクイズ出てきたらすぐ回答を選んでという形になりますので、はい、クイズねこれから挑戦していきたいと思います。じゃあですね、この質問に回答するというところを押していただくと、こんなクイズ出てきます。このメーカーの所在地はということなんですけど、アメリカ、オーストラリア、シンガポールということで、私はアメリカ合衆国選びましたが、これ外れでしたね。皆さんはオーストラリアを選んでください。はいね、で選んで次へと押すとこの画面になるので、ここでオプトインというところね、ここチェックしてください。はい、そうするとこうチェックマークつきますので、そこで回答送信って押すと、まあ、私はアメリカを選んでしまったので外れたんですけれども、正解はオーストラリアですとね、惜しいとね、アメリカだと惜しいということで、正解はオーストラリアなのでね、皆さんオーストラリアを選んで応募してください。そうすればね、で今回もうかなりの人、ね、半分以上の人がアメリカ合衆国選んでるので、オーストラリア選んでるの 27% っていうことなので、かなりね当選確率高いんじゃないかと思います。みんなね、はい、外れを選んでしまっているので、オーストラリア選んだ方は、はい、当たりやすいと思いますので、ぜひねオーストラリア選んで当ててください。はい、ということでね、今回はスウェットコイン、スウェットウォレットの新しいアップデートについてね、いくつか解説させていただきました。スウェットコインまだやってない方はね、ぜひこちらの QR コード読んでいただいて、アプリダウンロードして始めていただけたらと思います。で詳しい登録方法、遊び方についてはね、こちらの動画で詳しく解説してますので、参考にしていただければと思います。でスウェットコインについてはね、過去動画たくさん撮ってますので、もしなんかスウェットコインのことでわからないことあれば、私のこのね過去動画、こちらの QR コード読んでいただくと、この過去動画は全部集まっている再生リスト見れますので、この中から、はい、探していただければ疑問は解決するんじゃないかと思います。はい、でスウェットコイン以外にもね、歩いて稼ぐアプリいくつか紹介してますので、こちらねぜひ QR コード読み取っていただいて、参考にしていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。